今日はギネス長時間映画ベスト3を紹介します。最近はアバターなど3時間を超える作品がとても多いです。ギネスに載った作品ばかりなので忘れないようにいいねと保存をお勧めします。特に最後まで見るとやばいです。まずは82年公開のファニーとアレクサンドル、5時間11分もあるんですよ。さらに77年、あるいはドイツ映画は6時間50分、91年公開のサタンタンゴはなんと7時間18分。こんな見てられんのかね、これみんなね。そして85年のショアはなんと9時間30分。飛行機乗ってんじゃないんだから、そんな内容詰め込める？しかし皆さん、今から世界最長のぶっちぎりの長時間映画第1位を発表します。どれくらいの時間だと思います？なんと2012年に公開されたロジスティックスという作品の上映時間は857時間です。長っ。これ計算すると35日と